見てください。ルミナスタジオもついにユニティ単独でシーンを収録することができるようになりました。これもね、すべて無料で使うこともできるバーチャルモーションキャプチャーと EVMC4U のおかげでございます。ほら、見てみ、すごいやろ？これね、VRM も使ってるんですよ。ね？ほら、すごいやろ。な？バーチャルモーションキャプチャーは無料。何のでも言うぞ。バーチャルモーションキャプチャーは無料。え？バーチャルモーションキャプチャーは無料なだけでなくてオープンソース？